ました。偉そうだな。ここに用事はないかな。あれよ、あれよ、全然ないな。え、マジどこにあるんやろ。今は手に入らんとかそういう感じなんかな。いやでもそういうのありそうじゃない普通に。じゃああれか、なんやっけ、商店寺やっけ、天正寺やっけ、天正寺か、行くか。さあ行きますか。学校の図書室とかにあるんやない。そんなとこから持ってったらいかんやろうけど、公民館とか。小学生の時、小学生の時やったっけ、中学生の時かな、公民館でも小学生やな。公民館でよく本借りよったんよね。なんかあるやん、図書。大森山にあったよね確か。お参り参道、長い道のりだな。あれ、ここ神社なんやけど。え、待って、思っとるのと違うんやけど。お札違うんだな。え、ないやん。え、待って待って待って、ないんやけど。あの、思っとったところが神社やったんやけど、どこ。だんだん坂って書いとるやん。だんだん坂にそんなとこあったっけ、覚えてねー。てかわざわざこっちまで来ちゃったー。もうここが天正寺やと疑ってなかったよ。だんだん坂、だんだん坂、だんだん坂のお寺ってどこ。そんなのマップ上にあった、全く記憶にないし、どこを当たればいいのかが全くわからないんだが、まあ行けばわかるか。あ、プールや、プールあったんやね、プール。でも最近ってプールない学校も結構あるっていうよね。なんか一応プールの授業はあったりするけど、バスで向かうみたいな。え、マジどこ。あっちの山の方ってこと。ここが取り替えて、あ、お寺あった。商店寺や、商店寺あったよ。商店寺通り、ここか。やってきました。どうも。あれ、ちょっと距離感がわからん。妖怪を連れとるということはあれかの。あれ、何のことでしょう。ほほほ、妖怪の合成じゃよ。お、妖怪アイテムを合わせてガチコーンと強くするあれですね。そうじゃそうじゃ、ガチコーンと合成じゃ。せっかく妖怪と仲良くしとるんじゃから、やってみたらどうじゃ。妖怪やアイテムを組み合わせてより強力なものに変化。ワクワクが止まりませんね。やってみましょう。だんだん坂の北にある商店寺にいるお嬢さんが妖怪やアイテムの合成をしてくれるようだ。ふんふん、そう来なくっちゃの。さてと、それじゃあ合成するかな。ん、わしとしたことがうっかりしとった。どうかしたんです。実は妖怪もアイテムも合成できる組み合わせが決まっていての。例えば片乗り小僧なんかを連れてきたら合成できるんじゃが。ふんふん、なるほど。私の入手した情報によりますと、片乗り小僧は段々坂のいろんな場所にいるみたいですね。もっと絞れ。ここ商店寺の隣にある秘密の抜け道にもいるみたいですよ。おお、なるほどね。おっと、そうじゃそうじゃ、もう一つ大事なことを忘れとった。はい、今度は何ですか。バトルの時は片乗り小僧に駄菓子をあげてみるとよい。あやつらの好物での、すぐ友達になれるかもしれんぞ。駄菓子は段々坂の川島商店にたんまりと取ったはずじゃ。なるほど、それでは準備して探しに行きましょうか。
ガチコーンと合成だ。8000位。練り飴でいいんかな、いっぱい持っとるけど。まあ、駄菓子っていうものは売り寄らんかったはずやけん。秘密の抜け道、どれ？こっち？入れそうな場所ないけどな。え、あったかな？え、待って、あそこやん。敷地内やった。敷地内に横道あるやん。なるほど。本当にすぐ隣やったわ。そこまですぐ隣やと思わんかった。これね。ここって取り替え点つながっとるとこか。待って。違うんよ。違うんやって。ええやー、めっちゃついてくる。怖い。じゃあ、アイテムで。あ、10円ガムでもいいや。はい。え、違う。相手に使う。はい。オッケー。あ、そうそうそう。肩乗り小僧、肩乗り小僧。いいよ、いいよ。んで、地面輪棒で。回せい。地面シャワー。友達になるかな。一応駄菓子系はいくつか持っとるけんさ。恋やないか。くこれ何が落ちてる？キュウリ。これ人の畑から勝手に持っていけらん。人参大丈夫？掘り起こしていきおるけど。あとはさっきの美脚のところに、お、肩乗り小僧おった。あ、ずるずるずる盛りやん。ちょっと待って、アイテムアイテム。10円が、練り飴にしてみよう。ちゃんと肩乗り小僧にあげてくれよんやけどな。このね、あげれるアイテム、え、あげれるアイテム決めれたっけ？わからん。さあ、友達になれ。次こそ。お、来た来た来た。偉そうだな。倒した肩乗り小僧が近づいてきた。いけ、お前やるじゃん。友達になるぞ。肩乗り小僧と友達になりましょう。肩乗り小僧。よしよし。これ手持ちにおらんけど、手持ちに入れた方がいいんかな。まあ、でも一応中にキュッピーがあったはずやけん。え、一回話しかけてみるか。ほっほっほ、どうやら肩乗り小僧を連れているようじゃな。あ、オッケーなんや。それでは合成するかな。わしとしたことがまたうっかりしとった。意外とうっかり屋さんなんですね。これじゃこれ、こいつを出すのを忘れておった。親方ダンベルを手に入れた。何ですかこれ。最近運動不足で体がなまっていての、これで筋トレしとったんじゃが、よくよく思い出してみれば合成アイテムじゃった。へえ、なんだか普通の使い方をしちゃってますね。こいつと肩乗り小僧を組み合わせればガチコーンと合成できるぞ。これからも合成できる妖怪かアイテムを手に入れたらいつでも来るといい。どんどん合成してやるからの。何はともあれやりましたね、アイナちゃん。これでまた強力な妖怪とどんどん出会いますよ。商店寺の和尚さんは2つのものを組み合わせるすごい力を持っています。それはまさしく合成です。妖怪やアイテムを合成すると全く違う新たな妖怪やアイテムが生まれたりします。ただし何でも組み合わせればいいというわけではありません。合成できる組み合わせは自分で見つけちゃってください。ガチコーンと合成だ。バッチリ解決。流れで合成までさせろよ。お、選ぶんか。マッスルベル、猫の鈴、マッチョな猫を目指すならこれ。猫の妖怪専用。やだな、
マジカルベル、猫の鈴、エレガントな猫を目指すならこれ、猫の妖怪専用、こっち見た目的にもこっち。当たりガード万歳を手に入れた。ストーリーのロックが外れた。よし、アイナちゃん、そろそろ調子堂のテンションを戻っている頃では。調子堂に行ってみましょう。うん、そうね。その前に合成をさせてください。ほほほ、合成していくかの。します、します。合成に使用するメダルアイテムを選択しましょう。お？なんかひもじいもできるけど、まあ、とりあえずこれか。塊小僧と親方ダンベル、オッケー。では始めるぞ。むむむーかー。ひもじいもできるやつあるんかな。あるんやったらやりたいよね。てかひもじいってよろずまと前におらんっけ。あれが引き剥がされるわけではないよね。なんと、肩乗り親方になった。肩乗り親方。可愛くねー。より一層可愛くなくなった。とりあえず見てみよう。ひもじいと、なんか合成。なんかこの辺いっぱいできるけど、これは能力がアップするだけとかじゃなくて妖怪自体が変わるんかな。妖力のお札、素早さのお札、守りのお札、まずい漢方。わからん。ちょっと合わせてみる。でも合成できます、合成できますって書いとるやん。どういうことよ。そうじゃないよめっちゃ出てくるんやけど。そうじゃないよ、そうじゃないよ、めっちゃ出てくる。そうじゃないよ、できんやん。どういうことやねん。なんてことは、まあ、今のところできるものは持ってないということやね。 OK、 他に用事ないです。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、とりあえずキークエストが進んでストーリーが進めれるようになったけん、そっちに行くか。まあ雑誌探しはまたついでに。どこにあるんかわからんしな。やっぱ多分商店街の方行けるようになって、本屋さんに行けんとないんじゃないかな。まあ、それか拾うか。